行き止まりですわ。一本道だったのに。不思議ちゃんの幻ね。これ以上時間を無駄にしないためにやはり幻を打破する必要があるか。どうやって。幻とはいえ相手すんのは楽じゃないぜ。もうすぐ現実は解けると思う。え、なんで。サイモンは天族だから。こんな汚れた領域の中じゃ力を振るうのも難しいんじゃないか。図星だったようだな。いくら幻で攻め立ててもお前の心にはもうさざ波も立たぬのか。なら別の手を使うまでのことよ。何、やけくそ。おとなしく屈せ。なんだその目は。同情か。同情するならその身を闇と染めろ。無闇にするな。お前たちは散るべき花。目障りの極み。これも幻なの。ライダー。いえ、これはおそらく。どっちにしても倒すだけよ。ガリオス。爽快の発言。やめろよ。行きますよ、行きますよ。どこか。おい、みんな突撃だ。こんな戦い何の意味もない。なら大人気様は絶望は終わらん。未来永劫終わりはできない。無理しないで。その同胞ども、もはやその身が染まらぬのならこのまま共に無限と踊り狂おうぞ。毎日一度を切り開く。私を殺さねばこの舞台は終わらない。サイモン、もうやめよ。死を受け入れるか。待て、どうし。それがあんたの本当の顔ってわけね。行こう、じいじが心配だ。もはや手遅れ。すべて我が主の掌中よ。
あたしらが、はいそうですかって諦めると思う？なぜ抗うのだ。抗えば、それだけ苦しむ。なぜ苦しみから解放され、ありのまま生きるという我が主の目指す世界を否定する。忘れたわけではあるまい。その業ゆえに命を落とした風の天族の存在を。彼の選んだ復讐という答えは我が主の目指すあり方に他ならぬではないか。お前たちは彼も否定しているのだぞ。デゼルは確かに苦しんでた。でもあいつは自分の決めたことを頑張ってた。そうだ、苦しみから逃れるためにな。けどあいつは業を抱えた者がそれに抗うことは、すなわち自分自身を否定することに他ならない。抗い、否定した先に何があった？空虚な死ではないか。サイモンさん、抗うのをやめた先、そこに生の実感はあるのでしょうか？何？抗えば確かに苦しみを伴うことが多いですわ。それでも顔を上げ、答えを信じて足を踏み出したとき、そこに生の実感があると思いませんか？デゼルさんは確かに最初は苦しみから逃れようとしたのかもしれません。ですが、すべてを思い出したとき、彼はあなたの言う自らの業を呪い、諦めましたか？そうか。だからデゼルは最後に笑ってた。うん、笑えたんだね、ライラ。それが何だというのだ。正しい解に至らねば、空虚な自己満足ではないか。いいじゃねえの、自己満足で。結果は重要だが、かといってそれは経過が不要にはつながらないか。奇弁に過ぎる。いい加減気づいてくれる。急いでるのに、なぜライラがわざわざこんな話してるのか。サイモン、前に俺に聞いたよな。存在するだけで不幸をもたらす業を持った者は、存在自体の悪なのか、死ぬべきなのか。どう答えるかなど聞くまでもない。でも言っとく、自分を悪だって決めつけなくてもいい。違うな、悪でもいいじゃないか。なんだと？いや、なんか違うな。うまく言おうとするな。どんな奴だっていてもいい。みんな幸せになる方法、きっと見つけるよ。だから、貴様は、自分の残酷さが分かっておらん。貴様は、今まさに、私の幸せを奪っているのだ。もはや我が主の御ために働けぬ私に、存在理由などない。何もあこいつ、私ももう一発ぶっとくか。もう行こう、スレイ。ああ。初めて来るのに知ってる場所なんて、なんか変な感じ。なんだか時が止まってるみたいだ。実際そうなのかも。魔王坊のあのバカみたいな力を考えればね。ここで亡くなったのですね。ライラ、大丈夫か？
ありがとう、スレイさん。もちろん大丈夫ですわ。神殿まではまだ結構ある。楽にいろうぜ。ええ。